邪行は、オスの邪行家の腹部にある、効能から得られる、分泌物を乾燥した、香料生薬の一種である。ムスクとも呼ばれる。主な用途は、香料と薬の原料としてであった。邪行の産地であるインドや中国では、有史以前から、燻香や香油薬などに用いられていたと考えられている。アラビアでもクルアーンに、 すでに記載があることからそれ以前に伝来していたと考えられる。ヨーロッパにも6世紀には情報が伝わっており、12世紀にはアラビアから実物が伝来した記録が残っている。甘く粉っぽい香りを持ち、香水の香りを長く持続させる効果があるため、香水の素材として極めて重要であった。また、興奮作用や強振作用。 男性ホルモン様作用といった薬理作用を持つとされ、六神丸、清丸、宇宙明丸、九神などの日本の伝統薬、家庭薬にも使用されているが、日本においても中国においても、漢方の煎じ薬の原料として用いられることはない。中医学では、小薬として、もっぱら天然の邪行が使用されるが、 輸出用、または安価な木薬として合成品が使われることも、ある。邪行を持つ、邪行邪行はかつては、オスの邪行自家を殺してその腹部の効能を切り取って、乾燥して得ていた。効能の内部にはアンモニア様の強い不快臭を持つ、赤いゼリー状の邪行が入っており、一つの効能からは、これが 30g 程度得られる。 これを乾燥するとアンモニア様の匂いが薄れて、アンカシ色の下流状となり、薬としてはこれをそのまま、香水などにはこれをエタノールに溶解させて不要物を、ろ過で除いた賃金として使用していた。ロシア、チベット、ネパール、インド、中国などが主要な産地であるが、特に、チベット、ネパール、モンゴル産のものが品質が良いとされていた。これらの最高級品は、 トンキンから輸出されていたため、トンキンムスクが、ムスクの最上級品を指すごとして残っている。蛇行の採取のために殺された蛇行カはかつては、年間1万から5万頭もいたとされている。そのため蛇行カは絶滅の危機に秘密し、絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約により、 邪行の商業目的の国際取引は原則として禁止された。現在では中国において邪行自家の飼育と飼育した邪行自家を殺すことなく継続的に邪行を採取することが行われるようになっているが商業的な需要を満たすには遠く及ばない。六心丸、清丸、打つ救命丸などは条約発行前のストックを用いているという。 旧新は2015年に入手困難な邪行を廃止し、六条、人口を新配合さらに合を増量することで対応している。そのため、香料用途としては合成香料である合成ムスクが用いられるのが普通であり、邪行の使用は現在ではほとんどない。邪行の甘く粉っぽい、後期成分の主成分は15インカンの 大環状ケトン構造を持つ息子ンであり0.3から2.5%程度が見有する。その他に微量成分として、息子ピリジンなどの大環状化合物が多数、発見されている。有機溶媒に可用な成分のうちで、最大20%程度含まれている。この他に、男性ホルモン関連物質である C19 ステロイドのアンドロスタン骨格を持つ。 アンドロステロンやエピアンドロステロンなどの化合物が含まれている。ムスコンが2%以上、C19 ステロイドが0.5%以上のものが良品とされる。邪行の大部分はタンパク質等である。邪行のうちの約10%程度が有機溶媒に可用な成分で、その大部分はコレステロールなどの脂肪酸エステル、すなわち動物性油脂である。 邪行の蛇の字は鹿と意を組み合わせたものであり、中国秋代の本草項目によると意は邪行の香りが極めて遠方まで広がる拡散性を持つことを表しているとされる。邪行鹿は一頭ごとに別々の縄張りを作って生活しており、繁殖の時期だけがいを作る。そのため邪行はオスが遠くにいるメスに自分の位置を知らせるために賛成しているのではないかと。 考えられており、性フェロモンの一種ではないかとの説がある一方、分泌量は季節に関係ないとの説もある。邪行自家から得られる、邪行以外にも、邪行様の香りを持つもの、それを賛成する生物に邪行あるいはムスクの名を、冠することがある。霊病後を賛成する、邪行猫や、邪行ネズミ、ムスクローズや、ムスクシード、邪行アゲハなどが挙げられる。また、 単に良い強い香りを持つ者にも、同様に邪行あるいはムスクの名を冠することがある。マスクメロンや立ち邪ソウなどがこの例にあたる。ありがとうございます。